ビデオダイアリー January 15th, 2021 by Hiroshi Hayashi, Hamamet City, Japan。 ビデオ日誌2021年1月15日、林ひろしです。おはようございます。今日はですね、国際情勢、国家情勢、地方情勢がいろいろありましたので、我が家で散髪をしました。自分で自分の髪の毛を挑発しようとしたわけですが、鏡を見ながらしてもですね、うまくできませんね。で、どうしようもないもんですから、ワイフにですね、助けを求めました。するとワイフがすかさず、いやよ、どうしてって聞いたら、後で責任取らされるからって言うんですよね。なるほど。で、実際まあワイフに、まあ、散髪って言いますか、挑発してもらうというか、髪の毛を切ってもらうのはですね、切ってもらおうとしたのはないですね。まあ風呂でね、時々レザーカットなどをしてもらったことはありますけども、まあその程度ということなんですね。で、この右側の前に大きな鏡を置いてですね、まあこうやって切ろうとしたんですけどもね、なかなかうまくできませんね。左右が反対に動いてしまうということもあるんですけどもね。それでまあワイフに責任取らないから、どんなふうになっても構わないと、いざという時にはね、近くに床屋さんがありますからね、そこへ駆け込むからいいってことを言って約束し、それでまあワイフに手伝ってもらいました。まあそういうことなんですね。こういう国際情勢ですから、我が家でまあこのような散髪をすることにしました。いろいろありますね。はい、まあ、頑張って生きていくしかないしね、情勢に合わせて、つまり私たちの方で、まあ、臨機応変に対処していくということではないでしょうか、ということなんですね。まあ、いろいろ言われてますけども、まあその、まあね、気をつけた方がいいわけですよね。特に私たちのようなですね、高齢者はですね、まあいろいろとね、あるみたいですね。で、今日はですね、特に話すことはないんですけども、日本のね、日本に関する謎をですね、集め、改変し、集合化し、まあ、部分的にね、あちこちの動画をくっつけたりしました。それを皆さんにご覧いただけるようにしておきました。日本という国もいろいろとね、民話、伝説、いろいろありますからね。ですから、そういうのを集めてみると結構楽しいですね。で、またその、私が思うところですね、国際的に見ても、日本という国はですね、大変そういう意味では、豊かな国といいますかね、伝統、伝説、豊かな国っていうことになるんでしょうかね。それこそね、子供の頃私たちはですね、天狗とかね、カッパとか、まあ、そういう言葉を日常的に聞いていましたからね。で、私が生まれ育った岐阜県の、美濃町っていうところはですね、まあ、ヌエ、まあね、京都でヌエが出たわけですけども、そのヌエに似た、まあ、その怪物がいたという、まあ、その伝説が残ってるんですよね。で、名前をですね、まあ、いろんな言い方するんですけども、その神社もあるんですけどもね、獅子虎蛇っていうんですよ。まあ、それは私のおじがですね、話して、その話をしてくれた時にそう言ったもんですから、私はその名前で覚えてるんですけども、獅子虎蛇、頭がね、獅子虎な、ライオンなんですね。で、体が虎、そして尻尾が蛇の怪獣ということになっていました。名前は正確じゃないと思います。まあ、ヌエに相当する、まあ、怪物ということになるわけですけどもね、その獅子虎蛇がですね、まあ、大変そのあたりで悪さをしていたわけですよね。で、それでその地元の人がですね、京都に申し出てですね、退治してほしいということを、まあ、願い出たわけです。で、それに応じてですね、京都から、まあ、叔父の話ではですよ、藤原の鎌谷っていうね、あの有名な方がやってきてですね、そしてその、なんて言いますか、その獅子虎蛇の退治に、まあ、出かけたというわけですね。まあ、一度近くに小谷田というその村があるんですけどもね、大きな矢の田んぼと書いて小谷田っていうんですけどもね、そこで藤原の鎌谷はですね、大きな矢を作ったんだそうですね。はい、で、それでも、その持って行って、そしてその近くに
ホラードというところがあるんですけども、やっぱり村があるんですけども、これはあくまでも叔父の話ですからね、叔父は私に話してくれた話なんですけど、布団の中でね、まあよくね、おじ、あの母の在所、実家行きますとね、叔父も遊びに来てましてね、そして、叔父の布団の中に私、潜り込んで、そして寒い夜なんかはですね、その叔父の布団の中の、叔父にね、抱かれるようにして、その、そうした物語を聞いたわけですけどもね、広し、昔な、あの辺りにはシシトラヘビという怪物がいてな、っていうような感じで話してくれたんですけどもね、その、藤原の鎌谷、それはおそらく名前はね、叔父が勝手につけたんだろうと思うんですけど、私はもうその名前忘れませんでしたね。それで藤原鎌谷がですね、親田で矢を作って、でもう少し北の方に登りますと、ホラードという、その村があるんですね。ホラード、いわゆる、ホラーへの入り口という意味なんですよね。でそこからホラードへ入って、ホラードからその山に入るわけですけどもね、福兵衛ヶ岳っていうかね、そこに大きな高い山があるんですよ。1000メートル近いね、福兵衛ヶ岳っていうか福兵衛山っていうか、そういう山があるんですけども、そこの山に住んでいるってことだったもんですから、その藤原鎌谷がですね、ホラードから中に入って、その前にね、そうじゃなくてね、ちょっと地理的にちょっと矛盾するんですけども、長良川をね、登っていきますと、海川だったかなんとかという川、小さな川がありましてね、その川は、名前をちょっとごめんなさい、私は海川というふうに覚えてましたけども、その川のそばにやってきましてね、藤原鎌谷がね、やってきまして、そして川のそばを歩いているとですね、うなぎがいたというんですね。で、うなぎに話を聞いたというんだそうですよ。この辺りにシシトラヘビはいるかなんてね、聞いたんだそうですね。そうしましたら、うなぎがですね、この川の上流にいるってなことを言ったわけです。で、その時にですね、川の上流かってことで、またトコ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 と、多分ね、歩いて行ったんだろうと思いますけどもね、そうしましたら今度は牛がいたって言うんですよね。で、牛に、お前、この辺りにシシトラヘビがいるっていう話だけど、お前知ってるかって聞いたら、牛がですね、もう、そのウシトラヘビは、この一番上流の、池に住んでいると。何かそこで不思議なものを見たら、それがシシトラヘビだと思ってくれ、もう、とは言ったそうですね。で、その話聞いて、藤原の鎌谷がですね、そこはちょっとわからんところですけども、反対側の、そこからずっと登っていって、ホラドというところに行く、どっちから行ったのか分かりませんけど、ホラドというところに出て、でそこから福兵衛岳に入っていったという話を聞いてますけども、一度ね、私も中学生の時にその山に登ったことあるんですけども、大変高い山でしてね、美濃町行きますと、北の方に高くそびえ立っている山が福兵衛岳、福兵衛山って言ったかな、ごめんなさいね、美濃町の方、私、名前間違って言ったらごめんなさいね、ともかくも福兵衛という名前は間違ってないですね。そこへ行って、退治することにしたというわけですよね。そういう言い伝えがありましてね。それで、藤原の鎌谷がですね、山の中入って、上流、川ね、川をね、登っていって、どん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 登っていったら、池があったっていうんですよね。で、池があって、でそこにその藤原がその池を見るとですね、ひょうたんがいっぱい浮かんでたっていうんですよ。で、なんだと思ってね、そのひょうたんを見ていたら、みんなぷか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 していたんだけども、その中の一つだけがピタッと止まって動かなかったっていうんですね。それでその藤原の鎌谷がですね、親だというところでね、作った大きな矢をでね、それをその矢をね持って、そしてその中央の動かなかったそのひょうたんめがけて矢を射ったっていうんですよね。すると、突然ね、その矢を射った途端に、ガラガラガラとね、空が暗転してですね、にわかに曇って、そしてっていう、ありきたりの、そういう話になってくるわけですけども、雷がガラガラとなって、湖からガガガガと、その怪物が飛び出してきたっていうんですよね。で、それがシシトラヘビっていう怪物だったそうです。で、あの辺りにはその伝説が残ってましてね、その川ね、うなぎがいた川、それはこの前もね、2、3年前に行ったんですけども、やっぱり今でも村の人たちはですね、うなぎは神様の使いだということで、うなぎを食べないって話を聞いています。
で川にはうなぎが、私が子供の頃ね、その川に行った時にはですね、もううなぎがぐにゃ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 川中に泳いでましたね。あの上から橋から見ても見えるほどむにゃ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 がいっぱいいました。それから牛もね、神様の使いだということで、あの牛を大切にするっていう話もその会話で聞いてますし、神社もありますからね、親田神社もありますし、洞戸神社もありますし、その貝川だったかな、貝川という川だったと思います。名前がね、もう50年60年前に聞いた名前ですからうろ覚えですけども、その川がありましてね、そこにそこのやや入ったところには神社もちゃんとありますね。はい、というような話が残ってますけどもね。でからそのホラドから長良川、板取川なんですけども、それ下ってきた途中にカッパが昔よく出たという岩が今でも残ってますよ。カッパ伝説っていうのはその板取川にではですね、大変よく聞く話なんです。私もあの子供の頃ね、母の実家行きますと、カッパが泳いでた、カッパが泳いでたってみんながよく言いましたね。で、まあ、母が言うにはね、ひろし、カッパを見たらあのもう泳いじゃダメだぞってよく言われましたね。なぜかというと、カッパはですね、子供を見つけるとですね、川の中へね、その子供の足をね、引っ張って引きずり込んでしまうってわけです。そうしますと子供がね、溺れて死んでしまうと。ですから子供がね、川で溺れるとですね、カッパに、まあ、そういうカッパのせいだとかね、カッパでそうなったって話を時々聞かされましたね。ですからカッパっていうのは怖いんだって、で頭に皿があってね、そしてその、まあ、村の人ですからね、そういう話をまことしやかに話すわけですけども、例えばね、ヒロシ、この前な、川で魚釣ったら頭に皿を乗せたカッパが上の方からプカ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 浮かんで、そして俺の前を横切って下へ流れていったぞっていうようなことをね、まあ、言うもんですから、私は本当にカッパを信じてましたしね。それから天狗も信じてましたね。母なんかもね、そういう話をよくしてくれたんですけども、母がですね、田んぼにいるとですね、子供の頃、天狗、鼻の高いね、赤い顔をした天狗がですね、木から木へとヒューヒューと飛んでいたって言ってね、まあ、母はそのような話をしてくれましたしね。それからあの狐もよく聞きましたね。板取りって言いますか、その母の実家の方行きますとね、長良川、美濃町辺りでですね、川が2つに分かれるわけですけどね、一方は郡上に入って行くわけです、一方は板取りの方に分かれていくわけですけども、その板取り川の上流あたりでは狐がよく人を騙したという話をね、まあ聞きましたね。ですから雨の日になるとね、小雨が降ってると山の向こうの方で提灯が20も30も並んでね、そして狐がその嫁入りをしてる、嫁入りのね、何かをしてるって話をね、よく聞きましたね。でまた例によって例のごとくね、まことしやかにそういう話を村の人たちはみんなするんですね。で子供ながらにね、まあそういう話を聞きながら、決して作り話とかね、そういう話ではなくてね、真剣に、しかももっともっともらしく言うんですよね。まあ、それがまあ、ああいう、まあ、地方のね、まあ、ある種の娯楽でもあったのかななんて今にして思うわけですけども、要するにお母ちゃんがな、ある日夜雨が降っていたんで庭へ出たらな、向こうの遠い屋根山の向こうで明かりがポッ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 とついていてな、その明かりを見ていたらそれがフラ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 と揺れてたんだよなってな感じでね、そういう話をするんですよ。まあ、要するに、まあ、民話ということになるわけですけども、まあ、そういう話を聞かされながら、まあね、子供の頃私は幼少時代を過ごしたということになるわけです。でまあそのヌエ、まあ、あのヌエ、正式にはヌエというんですけどもね、私たち、まあ、おじの話っていうのは今から思うとね、そういう話はまあ、よくもまあああいう話をデタラメな話ばっかりしてくれたなと思うぐらい全部デタラメでしたけどもね、まあおじが言うには、まあね、おじのおじが言ってか言うには、獅子、虎、蛇って言いましたけどもね、まあおじはそういう形で私を可愛がってくれたんだなっていうふうにね、今にして思うと、そのおじに温かいね、ぬくもりと同時に恩義を感じますね。まあそのおじがですね、言った言葉ですから正しくありません。もしね、興味のある方いらっしゃいましたらね、岐阜からですね、第三セクターの電車が出てますからね、その電車に乗って、美濃町を通って、まあ美濃町でね、降りられますと親玉ではね、まあタクシーで
15分20分ぐらいで行ってしまいますからね。そこで小枝神社っていうのがあります。それからさらにその美濃町から電車でね、20分か30分あの上流に行きますとその川があります。その辺りでね、その昔この辺りね住んでいたシシトラヘビの怪物の伝説の川があるか、まあ、そういうふうに言うよりもですね、うなぎがとにかくうようよといる川が昔あったそうだけども、それはどこかって聞かれるとですね、その川の名前をみんなあの 村の人たち知ってますからね。私たちも2年ほど前に1回その村へ行ったことがあるんですよ。そして調べたんですけどもね、そしてそのホラドというところ、そのまあ3カ所をですね回って、で福部ヶ岳どちらでもいいんですけどね、福部山のあたりにその怪物が住んでいたという、まあ、話が残ってます。その下にあの神社がまた残ってますからね。あのその美濃町側じゃなくて反対側にね。で、あなたで、まあ、円空というね、まあ、江戸時代の彫刻師が活躍したところなんですけども、円空の、ね、彫刻といいますか仏像がたくさん残ってまして、円空のその彫刻をですね展示してある美術館もあります。大変、ね、楽しいところですから、まあ、もしねあの興味が、ね、皆さん持ってくださるようでしたら行ってみてください。はい、とても楽しいところだと思います。ということで今日はですね、私のね、まあ、こうした風景をご覧いただきましてですね、まあ、ワイフも恐る恐るやってくれましたけど、まあ、ああだこうだこうだああだって言いながらねやってくれましたけども、まさしく老老介護の始まりというところということになります。ですから今日の題はですね、老老介護としました。では皆さん、皆さんもどうか、まあ、こういう国際情勢ですからお気をつけください。ではこれで今日は失礼します。バイ。